我らゴールドセイントはサンクチュアリ88セイントの頂点に属する12人からなり、それぞれが神殿におわすアテナを守護するために一つずつの級を与えられているが、白羊級から始まるそれらの中で俺は11番目の宝米級を任されている。行動12級、すなわち太陽の力をも宿したと言われるこのゴールドクロスは、神話の時代よりこれまでいくつもの聖戦を戦い抜いてきたものだが、現代に至るまで一度も完全に破壊されたことはなく、それゆえ最強のクロスと呼ばれている。クロスは我らセイントにとっての聖槽でもあり、これこそが己がセイントであることの証でもある。仮に守護星座が同じ者がいたとしても、資格なき者にはクロスをまとうことができないのだ。仮にその身にクロスをまとったとて、真のセイントでなければその力を発揮することはできない。ゴールドセイントとして認められるには究極のコスモを習得しなければならない。すなわち人間の第六感をも超えた究極のコスモの神髄、セブンセンシズに目覚めなければならないのだ。そしてそのためには自分以外のもの、地上の人々やアテナのために命を懸ける覚悟がなければ、自分の限界を超えた高みに到達することはできないだろう。天において水亀座は大きな水亀を担いだ美少年の姿で描かれている。女性にも勝るほどの美しさを持ったトロイアの王子ガニュメデスは、ある時狼ゼウスにその美しさを見初められると、大鷲に姿を変えたゼウスにさらわれ、オリンポスまで連れ去られてしまった。故郷を離れ悲しみに暮れながらも、ガニュメデスは永遠の若さと不死を与えられ、やがてオリンポスでゼウスのそばで酒の酌をしたり、神々の食事の世話をしたのだという。そしてその志は枯れ果てることがない。水亀座の守護を受ける俺もまた、アテナの信頼を損ねぬためにこの剣と忠誠を捧げているのだ。神の口にする美酒の給仕を任されるほど神々から信頼され、朽ちることのない美しさを持つガニュメデスのように、この俺が放つ陶器は氷の刃、しかもゴールドクロスをも凍らせることのできる絶対零度の剣だ。だが氷の剣を放つ俺の心の中はいつだって熱く燃えたぎっている。地上を脅かしアテナにとって変わろうなどと企む邪悪な輩は決して容赦しない。陶器を研ぎ澄ますほどに胸の奥が熱く燃え、コスモがたぎる。熱い氷が弾けるような感覚とともに、アクエリアスのクロスが変形した。大きな流線形の翼のような羽衣が背を包み、最強の防具であるゴールドクロス以上にボディを覆っている。これが伝説に聞くゴッドクロス。まとっているだけでアテナの大いなるコスモを感じるから不思議だ。コスモはどこまでも熱くたぎるのに、俺の絶対零度の剣はどこまでも鋭く冷たくなっていく。アテナよ、感謝します。授けてくださったこの力で必ずや地上の平和を守り抜いてみせましょう。俺はこの命をアテナと我が友に捧げると決めたのだ。